透化型電子顕微鏡による A の画像単粒子、最高製法による WE のモデル東部ーエンとは、トガウイルスかアルファウイルス属に属するマ部ーエンウイルスを病原体とする人獣共通感染症である。禁煙のマノーエンウイルス、ベネズエラーエンウイルスも同様の感染症を起こすが、マ部ーエンウイルスが最も重篤な症状を示す。 日本では3つとも感染症法で4類感染症に、家畜伝染病予防法では、日本農園とともに、流行性農園の名で、法定伝染病に指定されているが、2014年までに報告事例はない。東部馬農園ウイルスは1本、グサリ RNA ウイルスであり、アメリカ北東部の湿地帯でかと、小型鳥類の間を循環していて、このかを介して、 馬や人への感染が成立する。ウイルス自体は、両生類や、爬虫類からも見つかっているが、人への感染源は、鳥の血を吸ったかに限られている。馬では5から14日の潜伏期を経て、発熱、食欲不振などが認められ、組織学的には、非可能性の応援が認められる。人の場合、ほとんどは不健生感染となる。潜伏期間は3から10日で、高熱、 おかん、倦怠感、筋肉痛などの症状を生じるが、1から2週間で回復することが多い。しかし、脳炎を発症した場合は重篤化し、昏睡や死亡に至る。脳炎を起こした患者の致死率は50から75%に達し、特に幼児や高齢者で死亡率が高い。神経学的後遺症が残るなど、予後も悪い。11月19日現在。 八州で流行し、感染者が36人、内死亡者が14人、致死率39%である。西部馬能炎ウイルスによる人獣共通感染症。概要は東部馬能炎に近いが、3つの中では最も症状が軽いとされる。潜伏期間は5から10日、年長者ほど回復は早く通常は5から10日で回復する。 脳炎を発症した場合の致死率は8から15%。ベネズエラウマ脳炎ウイルスによる人獣共通感染症。AA と異なり発病率が高く、ほぼ100%に達するが重篤化することは少ない。潜伏期間は1から6日で、発熱以外に頭痛、筋肉痛、硬直などを生じる。重篤化した場合の致死率は10から20%。 南アメリカ北部の湿地帯でかと月脂類の間を循環している。本来の病原性は弱いが、変異によって強毒性の流行型ウイルスが生じると、人や馬相互で感染するため大流行を引き起こす。1962年からの大流行では3万人が感染し190人が死亡した。1969年からの大流行では馬の被害が大きく、 メキシコとテキサスで1万頭の被害が出ている。1995年には10万人が感染し300人以上が死亡している。ベネズエラウマエンウイルスは感染力が強く、噴霧されたウイルスを10から100個吸入しても感染する。また、発病率も高く変異により強毒化することなどから、1950から1960年代に、 生物兵器として研究が進められた。アメリカではアメリカ合衆国生物兵器プログラムで使われた病原体7種の一つだったが、1969年11月のニクソン大統領の指令により廃棄された。ありがとうございます。